新潟市でやっている水族館。この規模で大人1500円はかなり安い。ショーの回数も結構ある。尻尾でしがみついているように見える。パチモンマジンガー発見。骨の標本なんて珍しい。テレホンカードがまだ使える。シーマンを思い出す。クラゲってぼーっと見てられるよね。顔見える。やけに可愛らしいサメの絵。まさに金平糖って感じのフォルム。ダーリアイソギニンチャ、ピンクの色が鮮やかだな。
マリントンネル。市営でこの規模はやっぱりすごいと思う。大水槽で優雅に泳いでいる。マイワシの群れがすごい。別の角度から。面白い生態だ。育成室の金魚たち。再びクラゲ。ゴマフアザラシ。気をつけって感じの姿勢がかわいい。
ジ。ずっとこの姿勢のままだった。上からの図、斜め上からの図、カマイルカの赤ちゃんが生まれたらしい。水族館限定の柿の種、マリンピア限定のサラダホール。旅の途中でなく、一日のんびりしたい場所でした。